やってきました。松の家マイカリー食堂併設店。ここはね、静岡県静岡市清水区にあります。1年半ぐらい前にね、新しくできたお店でございます。それではね、行ってきます。ここはね、ドライブスルーもありますね。マイカリー食堂静岡北脇新田店。普段は、ね、24時間営業なんですけど、まん延防止の関係で今時短営業してます。メニューもねすごく豊富にあります。これはマイカリー食堂のカレーの、ね、こっちが松の家さんのとんかつとか唐揚げフライ系ですね。それでは行ってきます。注文は券売機。いろいろペイペイとかね、D払いとかね、いろいろ使えますね。最新の機械で注文してきます。券売すごい。これがね、チキンコルドンブルー。これがね、新発売、期間限定。これを定食で。お、大盛りも値段一緒なんだ、これ。当然大盛りだけどね。唐揚げ定食、唐揚げ6個で690円だって。やっべ、めちゃくちゃ食べたい。やばい。でもね、せっかくねマイカリー食堂併設してるんでね、こっちも食べたいね。店内、あ、ちょっと待って待って、すごいもの見たよ今。店内すいません、はい、今ハンバーグオムカレーやってないですか？今ちょっとやってない。あ、やってない。これさ、店内のさ、マイカリー食堂ハンバーグオムカレーめっちゃ美味しそうだからさ、これ頼もうとしたらさ、やってないんだって。残念。だから今だけお得なね、これ煮込みビーフカレーっていうのがね、500円で今だけサービス、記念セールっていうのやってますからね。これ頼みたいと思います。あ、これか。はい、カレータンプ。お、普通盛りがいいね。さっき大盛りにしちゃったからな。食べれるかな。辛さ選べるね、これマイルドで。はい、そんな感じで注文してきました。新メニューのカレー頼みました。最初からね、詳しくメニューを。こっち側がね、松の家ロースカツ定食590円から。本格唐揚げ定食690円から。その他ね、フライがね、いろいろあるんですよ。カキフライもあるし、エビフライもアジフライもある。あとはね、カツ丼もあります。はい、そしてこちらがマイカリー食堂のね、ロースカツカレー、ゴロゴロチキンカレー、バターチキンカレー、煮込みビーフカレー。あー、これ食べたかったな。ハンバーグのオムレツカレー食べたいよね。残念、ないそうです。ロースカツオムカレーはありました。メニューはね、そんな感じ。広くてめちゃくちゃ綺麗な店内です。
性がね、店内で一人で作業してたんで、結構大変そうでした。お茶とお冷やセルフサービス取り行ってきます。はい、玄米茶ホット。これはね、フランス料理、名前がかっこよくてね、美味しそうだね。いただきます。こんなクーポンがついてます。100円引き、50円引き。さあ、味噌汁、うん、味はどうでしょう。これはね、ほらチキンコルドンブルーっていうのは鶏胸肉にチーズとハムが巻いてあるビフテキみたいな感じです。どうでしょうか。いただきます。めちゃくちゃうまい。柔らかくてめちゃくちゃうまい。おかわりしたいぐらい。キャベツも、ね、たっぷり入ってます。トマト、はい、ポテトサラダ、これうまいね。欲しいと言えばボリュームがもうちょっと欲しいね。肉の厚みというか大きさが。さあ、チキンコルドンブルーラスト、うん、はい、新発売のチキンコルドンブルー完食。じゃーん。続きましてこちら煮込みビーフカレー。さあどうかな。いただきますよ。はい、うん、結構ね、スパイシーカレーなんだね。うん、美味しい。これね、普通盛りで普段750円なんだけど、今はね、なんて言ったか、なんかサービスで500円食べれます。サービス期間中です。うん、あ、じゃがいもも美味しい。じゃがいもね、硬さっていうか、柔らかさがちょうどよかった。人参も、食感が残ってて最高。玉ねぎはどうかな。美味しい。玉ねぎも食感が残ってる。これ煮込みビーフのでっかいやつ。うん、柔らかい。柔らかくて美味しい。このカレーバカに美味しいと思ったけどさ、まあ、カレー専門店だよね、マイカリー食堂って。うん、それは自信持ってね、美味しくないとね、カレー専門店作れないもんね。うん、うまい。煮込みビーフカレー完食。まん延防止がね、出てるんでね、夜ね、来ようとしたらやってなかったんですけど、まあ、それでね、朝の5時からやってるっていうことで、朝ね、5時半っていう時間にね、まあ、とんでもない時間に来たんですけど、さすがにね、ガラガラかなと思ったらね、結構お客さんいましたね。ツインからツインへとお客さん入ってきました。かなり人気店ですね。いやでも美味しかったな。マイカリー食堂っていうのもね、あんまり静岡県内あんまりないんじゃないかな。で、松の家自体もね、静岡県内3店舗ぐらいしかないんで、でいつものがね、松の家さんがね、神川のパーキングエリア行くんですけど、神川のパーキングエリアのね、松の家さんはね、あの新メニューのね、あのチキンコルドンブルーね、ないって言われたんで、パーキングはね、特殊なんで、新メニューがね、ない時もあるって言われちゃいまして、今回はないそうです。それでね、まあ、美味しそうだったんでね、どうしても食べたいなと思って、
東名高速道路を乗って静岡まで来ちゃいました。来た甲斐がありました。美味しかったんで良かったです。はい、ということで静岡県静岡市清水区にありますね、とんかつ専門店の松の屋さんとカレー専門店のマイカリー食堂さん、1年半ぐらい前にオープンした併設店の、ね、方にお邪魔させていただきました。ごちそうさまでした。バイバイ。